こんにちは、美幸太郎です。今回は東京の東久留米市で55歳の男性が体に50カ所以上刺されて殺された事件について客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は東京都東久留米市で55歳の男性が刺されて殺害された事件で男性の体には50カ所以上の傷があり、一部が体を貫通していたことが分かったと。2019年11月8日、東久留米市の住宅でこの家に住む二岡和也さんが首や胸、腹などを刺されて仰向けで死亡しているのが発見されたと。その後の捜査関係者への取材で、遺体の傷は50カ所以上あり、そのうち背中にまで達する刺し傷が複数あったことが分かったと。司法解剖の結果、心臓の傷が致命傷で、傷口などから歯の部分が厚いものが使われていたと見られていると、警視庁は犯人に強い殺意があったとみて調べているということです。でですね、客観的な意見としては、すごい恨みがあったんだろうなと、あと相当な返り血を浴びていたはずといった意見とか、身近に犯人がいるんじゃないかなといった意見とか、ありました。でですね、自分の気持ちとしては、50カ所以上刺されたということで、すごい恨みがあったんだろうなといったことと、返り血、刺した瞬間に、貫通されていた傷があったということで、刺して、その瞬間に血吹雪が上がって、返り血を浴びているといったところ、それを50回繰り返したということで、だいぶ疲れるよね、おそらく。そんな刺したことないので、人を、そんなっていうか全くないので分からないんですけど、すごい疲れるし、途中で考えたりするんじゃないかなっていうのは思うんだけど、それがないとしたら、相当な恨みがあったというのは分かりますね。あと、身近にいるんじゃないかって言った意見。恨みがあったっていうことは、何らかの関係性があったんじゃないかっていったところですね。そう長く解決まで時間かからないんじゃないかなと思いますね。言った通り、身近にいる、関連性があるところを調べていって、で、歯の厚いもの、最近刃物買ったとかそういった証拠とかを照合してっていったところじゃないかなと思います。あんまり、恨みを買うことはしない方がいいんじゃないかなと思いますね。些細なことでも、その人からしたらすごく傷ついたりとか、そういったことは、なるべくしないようにした方がいいんじゃないかなと。自身のこともそうですけど、しない方がいいなとすごく感じた事件ですね。はい、ということでですね、今回は東京都の東久留米市で55歳の男性が体に50カ所以上刺された、そして亡くなった事件についてお話ししていきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。